緒に行く友達もいなかったし、行きたいって思うこともなかったから。そっか。いい音。レンタルできてよかったな。うん。あのね、私お祭りなんて子供の時に何回か連れて行ってもらったことしかなくて。でも吉田さんとなら行きたいって思っちゃった。もう始まってるっぽいな。こうやって作るんだ。はい、お待ち遠さん。あ、はい。買ってやるって。いいよ、自分で買えるよ。そういう問題じゃなくて、これくらいのもの俺が。いいんだよ、俺が買ってやりたいんだ。ねえ、浴衣どう？綺麗だ。綿あめがちょっとベタベタしてるのも、口に入れたらすぐ溶けちゃうのも、吉田さんと会わなかったらきっと知らなかったな。なことねえよ。すごいね、一瞬で溶けちゃうんだもん。そりゃ砂糖だからな。もう笑わないでよ、初めて食べたんだから。あ、そうだったな、悪い。分かればよろしい。どうもありがとう。あっ、いってて、お姉ちゃんごめんなさい。うん、これからは気をつけてね。はい。吉田さん、ありがとう。はい、あーん。あ、早くしないと溶けちゃうよ。あ、めちゃくちゃ甘いな。きっとさゆがいなけりゃ俺も来てなかったな。どうしたの吉田さん。いや、なんでもねえよ。何それ、気になる。私花火こんな近くで見るの初めて。ああ、本当だな。あ、ほら、次すげえの上がりそうだぞ。うん。さゆ、さゆ。吉田さん。どうしたの？ゴミ捨てに行くねって言ったよね、私。一瞬お前がいなくなったって思ってめちゃくちゃ焦った。そっか、ごめん。なんで謝るんだよ。ねえ吉田さん、私がいなくなったって思ったの？まあな。吉田さん、私がいなくなったらあんなに焦っちゃうんだ。そうだな。終わっちまったな。うん、そうだね。吉田さんは私に帰ってほしくないの？やっぱ帰るべきだ。吉田さんのおかげでもう逃げなくてよくなりそうだよ。